今回皆さんにご紹介するのは、日本陸軍において未曾有の悪質事件と言われた兵士の反乱関東事件です。中国戦線で起きたこの事件では、ある中隊で上官からの転属命令に反発した兵士たちが酒を飲んで暴れ、上官に暴力を振るい、銃を持って駐屯地内を暴れ回りました。なぜ兵士たちは上官に反抗し暴れ出したのか。日本軍では他に例のない不祥事と言われた関東事件とはどのようにして起きたものだったのでしょうか。悪化する軍紀と相次ぐ兵士らの反抗。1942年12月27日に中国大陸で起きた関東事件は、軍や上官への不満を、日頃の不満を爆発させた兵士らが酒を飲んで暴れ、上官に対する反抗、暴行だけでなく武器まで持ち出す事態へと発展し、規律に厳しい日本軍では他に例を見ない不祥事として問題となりました。事件の発端となったのは、河北省関東圏に警備のため駐屯していた第12軍令下の第59師団の独立歩兵第42大隊第5中隊で6名の兵士に大隊本部への転属命令が出たことでした。日中戦争が始まって以来、もう何年も中国大陸で過ごしていた兵士らは、長期間日本に帰れず戦地で過ごさなければならないことに加えて、私的制裁の横行など軍隊生活特有の理不尽によるストレスから軍に対する不満を溜めており、この命令にも反発を感じていました。当時日中戦争は長期化し、侵攻作戦より占領地での治安維持任務が主となっていました。戦闘が少なくなるにつれ、軍機は弛緩していき、兵士による軍規違反や上官への暴行などが増加。軍規違反は平時の数倍に達し、幹部による違反も起きるなど、上層部も手を焼いていました。さらに脱走する兵士や兵器がなくなる事例も後を絶たず、中共軍、中国共産党軍へと逃走する兵士もありました。捕まれば非国民とそしられ、銃殺を免れないと分かっていても逃げ出す兵士が出るほどに長引く戦争は、兵士の肉体と精神を蝕み、軍の士気を悪化させていたのです。関東事件が起きる直前には、酒に酔った下士官や兵が棍棒で上官を襲った小臼一陣事件が発生。前日の12月26日には兵団長会合で軍規改善のための特別講演が実施され、幹部に自覚を促すとともに、私的制裁の根絶、飲酒の禁止、和気あいあいたる軍隊家庭の建設などが指示指導されました。しかし皮肉にも、その翌日には日本陸軍にとって未曾有の悪質事件といわれる関東事件が発生することとなったのです。反抗する兵士たち。命令を受けた6人は、この転属を危険な太平洋戦線への転属の前触れではないかと感じており、26日の夜には転属対象から外してほしいと泣いて懇願していたとも言われます。しかし27日の朝には、中隊長の福田中尉から正式な転属命令が出されました。この時意外にも6人は平然とした様子であったため、あいつらも可愛いものだ、やはり帝国軍人だと安心していた福田中尉ですが、その後に行われた壮行会で不穏な空気が漂い始めます。席上に用意されたワインに対して、6人の中で最も階級が上の古参兵である金子兵長が、日本酒がなく酒の量も少ないことに怒り出し、席を蹴って他の兵士らを連れて出て行ってしまいました。その後彼らは内務班に戻って、残留組と共に会食を始めると、日本酒8本を開けしたたかに酔いました。一旦は解散となったものの、その後転属組の氷上等兵らはさらに酒を飲もうとし、ちょうど見かけた中隊の浅野順位を営外にある食堂へと連行、止めようとした総長を殴打し暴行を加えます。さらに福田中尉の胸ぐらを掴んで暴言を吐きますが、中尉は彼らの行為を止めることなく、ただ黙って放置していました。小売上等兵らは食堂で酒を飲みつつ、
浅野順位に天族に対する恨み事を言っていましたが、やがて順位を罵り暴力を振るい出します。浅野順位はなんとかその場を逃げ出すと、その夜は永外の民家に身を隠しました。関東事件。そして28日の朝、天族者の軍曹検査時刻である10時になっても兵士らは戻らず、金子兵長も加わって永外で飲酒泥酔。迎えに来た上官らに対しても口々に今度の命令には従えないと言い始めます。なんとかなだめて送り出そうとする福田中尉に対し、金子兵長は畜生、俺は銃殺になるんだ、覚悟してら、こんな軍隊にいるもんか、奴ら中京軍のとこに行けば俺だって指揮官だと叫び出し暴力を振るいます。他の兵士も周りにいた上官や下士官らに襲いかかって暴行を加え、銃剣を抜いて暴れ出す兵士までいました。体内は大混乱になりますが、福田中尉は鎮圧の処置を取ろうともせず、幹部と共に営外へ逃げ出しました。彼らの行動はさらにエスカレートし、衛兵所にやってくるとガラス戸を割って中に入り、ストーブをひっくり返したり、住居から小銃を取って放り投げたりしました。衛兵司令が止めようとするとさらに激高し、小銃を発砲し手榴弾を投げつけました。衛兵たちも止まらず任務を放り出して逃げ出します。6人は福田出てこいと怒鳴りながら小銃を乱射し、手榴弾を投げて暴れながら営内を徘徊。電話線を切断して大隊本部との連絡も立つと、幹部らを探して営内へと繰り出し、各所で乱暴を働いた後、食堂で夕方まで酒を飲み、ようやく隊へと戻ってきました。やりたい放題やって、さすがに溜まっていた鬱憤も吐き出されたのか、この頃には彼らもおとなしくなっており、同僚らと記念撮影をした後、仕方がないと午後5時30分大隊本部へ向かう自動車に乗り込みました。こうして午前10時から午後5時まで約7時間にわたる反乱であった関東事件は幕を閉じたのです。陸軍を揺るがせた未曾有の不祥事。関東事件は陸軍でもこれまでに例のない大問題として全軍へと通達され、陸軍大臣東条英機を激怒させたと言われます。これだけの事件を起こした6人が無事で済むわけがなく、その後軍法会議にて郡上等兵ら2名が上官暴行や公明により死刑、1名が無期懲役、金子兵長ら3名が有期懲役または禁錮の処罰を受けています。さらに持ち場を離れた衛兵や鎮圧を怠った幹部らも禁錮刑の有罪判決を受けました。中隊長の福田中尉は事件の調べが済んだ後、1月8日に責任を取って自決しています。さらに独立歩兵第42大隊の大隊長が謹慎処分を受け、第59師団長や第12軍司令官が予備役編入になるなど、処罰はさらに上の人間にも及びました。第5中隊は関東駐屯の任を解かれ、その後解訴されています。直接事件の原因となったのは飲酒ですが、他に中隊長らが穏便にことを収めようとして積極的に鎮圧せず職務を放棄したことが挙げられます。事件の最中にはある兵士が市街を使って反乱兵を取り押さえようとしたところ、中隊長がこれを止めさせる場面もありました。これについて幹部の質の低下に加え、厳粛な内務班教育の経験がなく部下を掌握できなくなっていたことが指摘されています。他に戦時急増の部隊であったことや、隊内でも素行の悪い人間を中心に転属者を選んでいたことなども理由とされています。いずれにしろこうした犯行事件は当時いくつも起こっており、現場でもみ消されていたものもあるとも言われます。関東事件でも周囲にいた兵士らは積極的に止めようとしなかったようで、転属組の不満は彼らにも理解できるものだったからではないでしょうか。銃まで持ち出すのは例がないにしても、こうした問題を抱えていたのは
関東の部隊だけでなく、中国戦線に長く駐屯していた多くの日本軍に共通するものであったと言えるでしょう。一般に軍規や規律に厳しいというイメージのある日本軍ですが、長い戦争の中ではこのような不祥事が起きてしまったこともまた日本軍の一面であったのです。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。